リジナルビデオアニメ天使禁猟区の主題歌を歌うのはロックバンドファイ。ギリシャ文字の21番目の文字であるファイは最も美しいバランスであるとされる黄金分割の記号でもあります。このギリシャ文字をバンド名につけ、それぞれの個性をぶつけ合いながら美しいバランスある融合を目指しました。ゴシック的な、神話の世界と、それともう本当に対極の近未来の、これは僕たちの解釈なんですけど、街にあふれる激しいビートっていうんですか、そういうものを掛け合わせた、なんていうのかな、新しい楽曲を作りたいなっていうか、新しいパターンの音楽をやりたいなと思って。現在リハーサル中のファイ、メンバーはすでに音楽シーンで高い評価を受ける4人です。44マグナム等で活躍していたギターの広瀬聡、エルジベットで活躍していたボーカルの伊勢、そしてベースの春、フリクションで活躍していたドラムスの佐藤実。中身のすごく深い作品なんで、最初読んだ時の印象としては、やっぱり今作曲したジミーが言った通りゴシックなイメージと、もう一つはサイバーパンクな世界観っていうのかな、その両方がすごくロマンティックな部分でもって引っ張られていくっていう感じがしたので、非常にこう個人的に好みな作品なんで。ファーストフルアルバム「ネイキッド」をリリース、快進撃を続けるファイが今回「天使禁猟区」の主題歌を担当し、作品をさらに盛り上げます。今までのレパートリーの中でこれに近い曲がないところですねとても自分たちの新鮮なパターンの曲っていうか、そういう意味でも面白かったです。ドラマチックだしね、とことんなんて言うんでしょう、ロマンチックに、それで情熱的にっていうのを意識してきたなっていう感じです。いい縁がある、こういう作品に参加させてもらったんですけど、ファイっていうバンドはまだできて間もないっていうかまだ3年ぐらいしか経ってないバンドですが、基本的にライブバンドなので、今回のこれでちょっと引っかかるところがあったら、ぜひ一回ライブを見に来てください。